はい、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけども、忙しくて勉強ができない、そういった方に対して、アドバイスできたらなと、思っております。で、勉強ができない理由で一番多いのが、この忙しいっていう、理由なんですよね。まあ、理由はいろいろあります。仕事が忙しい、家事が忙しい、育児で忙しいみたいな、まあ、いろいろあるんですけども、理由としてはまあ忙しい。だから勉強ができないと。いう方が意外と多いです。で、忙しいから勉強できない。だから、まあ、勉強はしない。これをずっと続けていたら、もちろん落ちちゃうんですよね。落ちちゃうんですよ。だから、勉強しなきゃいけないわけですよね。合格するっていう目標を達成するためには、勉強しなきゃいけない。じゃあ、どうしたらいいんだろうってことを、今回お伝えできればと思うんですけども、実際、忙しくて勉強している方もいるんですよ。でも、その人たちっていうのは、勉強してるってことを言わないんですね。で、これなぜかっていうと、勉強しているってことを周りに伝えていて、もし落ちた場合、お前勉強していて落ちたのかよって言われて、まあ、なんかちょっと恥ずかしい感じになったりとかってしませんかね。私自身はそうなんですよね。勉強していたにもかかわらず落ちちゃったってなってきたら、なんか自分自身が、バカなんじゃないのかって思っちゃうんですよね。だからそれが恥ずかしいから言わない。最後まで勉強してるってことは言わない。もちろん試験、例えば1ヶ月か2ヶ月前であれば、まあ、言ってもいいかもしれないけども、もし言ったとしてね、まあ、試験2ヶ月ぐらい前から勉強するっていうのであれば、なかなかそれで合格するのは難しいんですよ。だから落ちたとしても、まあ、周りから、それ2ヶ月前だったら難しいだろうって、まあ、言われるわけなんで、まあ、爆発からされないわけですよ。でも、勉強をね、早い段階からしていて、で、落ちちゃったってなってくると、まあ、恥ずかしいから、だから言わない方が意外と多いんじゃないのかなって思います。ただ、こっそりやってるんですよね。一人になった時にやっていたりはするんですよ。だから、まあ、周りの人がね、勉強してないって言ったとしても、実は、仕事が終わった後、隠れて、どっかで勉強していたりっていう方は意外と多いので、周りも勉強していないから、まあ、まだ大丈夫だろうって思うのは、ちょっと安易な考えすぎると思います。で、実際、宅建試験っていうのは相対評価で、合格点とかって決まってくるんですよね。ただ、35点取ったら絶対に合格とか、37点取ったら絶対合格ってないんですよ。相対的に見て、トップだいたい 15% ぐらいを合格させる。その 15% ぐらいの、じゃあ、点数って何点なんだろうって言って決めるんですよね。だから合格点が毎年違うんですよ。32点の時もあれば、37点の時もあれば。って言って全然違うんですよね。だから、周りよりも実力がある、トップ 15% に入るってことがすごく重要なので、なので周りがね、勉強まだしてないよって、言ったとしても、それはあまり信じない方がいいと思います。まあ、もしね、やっていなかったとしても、結局それ以外のね、自分の知っている人たち以外でもたくさん受験する方いるんですよ。で、実際、忙しくても勉強している方っているんですよ。ってことは、自分自身は忙しくて勉強できない。でも、ある人は忙しくても勉強できている。これ何が違うんだろうっていうふうに考えてほしいんですよね。この勉強できている人たちを比べて、あ、自分自身が何かが自分、時間の例えば使い方だったりとか考え方だったりとか何か違うんだなってまず気づいてほしいんですよ。それがまず気づかないと、いつまで経っても勉強できない、忙しいから、勉強できない、だから勉強しないって、これを正当化しちゃうんですよね。そうするとズル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 勉強しないので、いや、ちょっと待てよと、忙しくてもある人は勉強しているなと、これなんでこの人は勉強できているんだろうっていうのを考えてもらいたいんですよ。これがまず第一歩なんですよね。で、今回はその忙しくてもじゃあ勉強をするように変えていくちょっと習慣についてお伝えします。二つね、ちょっとアドバイスできたらなと思います。一つ目が、何かをする前に勉強するということなんですよ。例えば、朝、歯を磨いて朝食を取る前に勉強するとか、仕事が終わって帰宅する前に勉強するとか、っていう風に、何かをする前にっていう風にやると、意外と勉強時間が作れたりするんですよね。何かをした後にすると、結局、これまでの時間の使い方とあまり変わらないんですよ。例えば、ご飯食べた後に勉強しようってなってきたら、じゃあご飯食べた後にじゃあやろうかって思っても、ちょっとなんか集中できないな、まあいっかっていう風な感じで、結局、じゃあご飯食べて、じゃあ次シャワー浴びた後にしようか。どん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 後回しにして、結局できないっていう場合が多いんですよね。だから、何かをする前っていう風に、まあ、言い方をちょっと変えてるだけなんだけども、それだけでもね、
勉強ができたりするんですよ。なんでこれ一つのね、対策としてぜひ使ってみてください。で、その時の目標なんですけども、できるだけ小さい目標の方がいいです。例えば1時間勉強するぞって、いきなりね、全く勉強してない人がいきなり1時間ってなかなかきついんですよね。だから、例えば今日は10分だけでもやろうっていう風な感じで、スマホで10分タイマーを設定して、じゃあ今から用意ドンで10分だけやると。で、10分が集中できるっていうのであれば、まずそれを、習慣化する。例えば、今日はシャワーを浴びる前に10分勉強できたっていうのであれば、じゃあ明日もシャワー浴びる前に10分だけ勉強する。明後日もシャワー浴びる前に10分勉強する。で、このシャワー浴びる前に10分勉強するっていうことを、これはこれからずっとですね、試験日まで、これは習慣としてずっと続けていく。で、まぁ、1週間ぐらいね、まぁ、やれれば、もうこれはある程度習慣ができますので、じゃあ、次は、まぁ、別の時間ですよね。まぁ、それは家帰ってきてからの話なので、じゃあ、電車を使って出勤している方であれば、電車の駅のホームの待合室で、じゃあ、3問だけ解いてからじゃないと、会社に行かないぞ、みたいな形で、これを習慣化するとかね。いろんなところで、小さい、例えば10分とか、まぁ、5分。まあ、3問っていう問題のね、数で縛ってもいいんですけども、まあ、ちっちゃな目標をちょこ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 作っていくと、まあ、1日あたりで、例えば1時間とか2時間とかね、できたりするんですよ。まとまって1時間とか2時間は難しいかもしれないけども、例えば5分とか10分とかちっちゃなところをね、作りながらやっていくと、意外と勉強できたりするんですよね。で、その時間、ちっちゃな時間も、これまでは10分だったのを、じゃあ15分伸ばそうかとか。これまで3問だったのを、じゃあ5問に、広げようかとかっていうふうにやっていくと、どんどんやっぱりね、広がっていきますんで、1日の勉強で取れるようになってくるんですよ。だから、小さな、目標を、立てながらね、それをこなしていくということをぜひ行ってみていただければと思います。で、これはまず第一歩ですからね、これができたからって言って、じゃあ合格できるかっていうとそうじゃないんですよ。これはあくまでも勉強するというところの第一段階なんでね。で、その後は、勉強の仕方の流れになってきますので、まあ、この勉強の仕方がね、ちゃんとできていなかったらその合格はできないけれども、まず勉強するってことが第一歩なので、まず勉強するということをね、まず習慣化していきましょう。で、実際の弊社の個別指導については、その勉強するということと、もう理解学習、いわゆる、効率的な勉強の仕方を一緒にやっていくんですよ。受講者さんの中では、もう勉強できるって方もいるんですよね。まあ、勉強できる方はね、大体、その、勉強が習慣がついているって方は、そうですね、1割から2割ぐらいなんですけど、まあ、いらっしゃるんですよ。まあ、その方は、勉強できるからいいんですけども、まあ、8割ぐらいの方が勉強できないわけですよね、忙しくて。ただ、今言ったように、例えば1日3問とか、1日5問とか、1日10分とかっていうのを始めね、ちっちゃな、習慣をつけていただきながら、一緒に弊社の、過去問集とかっていうのは理解をしながら、できるような過去問集になっているんですよ。だからこれも一緒に同時にできる、並行して実力を上げることができるってやり方なんですね。で、実際独学だったりとか、予備校通ったりしてる方っていうのは、まあ、まず勉強を作るっていう段階を行って、で、2ステップ目でやっと理解学習を、まあ、自分自身でね、ちょっと理解学習っていうのはやっていかないといけないんですけれども、まあ、予備校通ったからじゃあ理解をしながら学習するかっていうのは教えてくれないし、通信講座でも教えてくれないから、そこは自分自身でやっていかないといけないけども、この勉強時間を作るということと、理解学習、効率的な勉強法、この二つができさえすればね、ちゃんと合格はできますんで、これをちゃんとやっていきましょう。理系者の個別指導であれば、次の試験で合格した自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。次の試験の合格を目指して一緒に頑張っていきましょう。効率的な勉強をして、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ。レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ下の概要欄から詳細をご覧ください。また、チャンネル登録や毎日3問過去問をわかりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて次の試験で絶対宅建合格しましょう。